今日は笹竹を取りに山奥までやってきました。山奥ですが、この砂利道を起点とした笹竹の採取なので比較的安全です。毎年のことですが、こちらの山はヒグマの目撃情報がある山になります。話を笹竹に戻して、我が家では笹竹とか若竹という名称で呼称しているのですが、千島笹という笹の新芽のことを指しています。各地域での呼び名が違うようで、根曲がり竹や姫竹、姫竹の子といった名称があるようです。儀式が終わったので攻め入ります。5月の各週末は雨が多く、笹竹採取の好機を逃してしまいました。5月18日にアップした動画内で採取したウドは全て消費してしまったので、今日も少量だけ頂戴していきます。ちょっと遊んでみました。はい、吹きだよ、トトロだー。何これ、でっか。これ、もう傘やん。ウドが、見つかりましたね。これすごいな。今、採取したウドを評価していますね。ほんとに寝ちゃったよ。たくさん収穫できたので、車へ戻ります。たくさん収穫できましたね。今回は太くて大きすぎる笹竹も採取してきました。穂先は柔らかいので、一般的な笹竹と同じく調理して美味しくいただけます。繊維質化して硬くなった根の部分は自家製のメンマを作るのに適しているので、破棄することなく選別していきます。そして、この皮むき作業ですが、笹竹のメインは採取ではなく、皮むきこそがメインであると言っても、過言ではないかもしれません。機械ではなく、人力による皮むきなので、時間がかかります。
この日は、3人で、3時間ほど、皮むきに費やしました。ぺちゃくちゃおしゃべりしながら、淡々と皮を剥いている時間も、楽しい時間だったりします。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またねー。